sorry. ゾゥーランドの草原に入ったようだ。そろそろ見えてくるはず。あ、ほら。わあ、すげえ、富士山だ。どこどこ。おお、霊峰富士だ。やっぱり大きいですね。見て見て、あっちに牛みたいなのがいるよ。本当？どこですか。あれはグリーンエルクの群れだと思いますよ。危ないかな。大丈夫ですよ、少し距離がありますし、おとなしいって話ですし。かわいい。ほんと牛みたいだね。とっても美味しいらしいですよ。真昼の吸血鬼。この辺りは微妙にカーブなんだな。海岸と並行して走ってるから。草だらけで海なんか全然見えないじゃん。でもちょっとだけ海の香りしない？そう言われてもわかんねえけど。確か白い兄が言ってたこの道って、東海道。この道は昔そう呼ばれていたんだ。五街道っていう道の一つで、東京の日本橋を起点に交易の要になった道路なんだ。現代ではこの東海道を国道1号線として幹線道路が敷かれている。ずっと行くと大阪に行けるんだよ。大阪。ああ、南のことだな。この世界でも道はつながってるんですね。レッドストーン山地へはここを通った方が早いかもしれないね。私今までそんな風に道を意識したことなかったな。俺だって全然なかったよ。やっぱり白い兄はすごいよな。いろんなこと知ってるし。よし、俺もこの旅で冒険していろんなこと知ってやるぞ。そろそろお昼ご飯にしよっか。賛成。うまい。やっぱり班長が作るハムサンドは絶品祭りだぜ。全く異論はないぞ。ちょっと二人とも。私たちの分も残しておいてよ。そうですよ。ほら、もうすぐカルベの村に着くけど、どうする？寄ってく？このまま先進んじゃおうよ。天気もいいしさ。デニッシュとクロワッサンにもうちょっと頑張ってもらって。この子たちもやる気ですよ。いけるいける、頑張っちゃいましょう。そうだね。このルンデルハウスコードの前に道はできるのだ。よし、じゃあ日が暮れる前にとっとと進もうぜ。なんだ。制限時間が切れたんだ、ライマンの双子馬笛の。
確か1日6時間だったような。なんでか、なんで誰も気づかねえんだよ。本当だね。それにしても時間が切れたからってあんな一目散で逃げなくてもいいのに。そうだな。あの子たち私の手から人参食べたんですよ。食べつもだよ。本当人情が分かってないよ。だって馬だもん。馬だって。馬だったら人情じゃなくて馬情。馬は逃げてしまったが、これはこれで爽快じゃないか。ああ、なあ、ここってどの辺なんだ。カルベの宿とビリストリア集落の間くらいかな。あの子たちがいないんじゃ先に進めないし、キャンプするっきゃないよな。そうだね、覚悟を決めよう。料理は私に任せてください。これぞ冒険者の本領発揮だな。冒険者は関係ないけどね。やえだ。塩味が、それとルーディー、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ニャンタさんと一緒だと上手に作れるのに。場数の問題だろ、気にするなって。班長ならこんな時少しずつ上手くなればいいですにゃって言うだろうし。その通りです、セララさん。私たちにも料理スキルがあればいいのだが。セララばっかに頼ってごめんな祭りだぜ。そうですよね、私がしっかりしなくちゃですね。新妻のエプロンドレスですものね。ニャンタさんのためにも皆さんのためにも頑張ります。次に寄れそうなところはササンの町か。どのぐらいかかりそう。1日6時間しか馬を使えないとなるとあと3日ぐらいはかかるかも。なんでこの道こんな曲がりくねってんだよ。一直線に進んでくれりゃいいのに。そうだね。でもこんな風にみんなと旅行ができるなら私は時間がかかってもいいよ。そういうことを教えるためにシロエさんたちは私たちを旅に出したのかもって思うんだ。いいな、みのり。ん？なんかあの時からすっげえ大人になってる気がする。そうかな。ずっと一緒に成長してきたと思ってたけど、俺はまだまだだな。そんなことないよ。あの時だってトウヤに助けてもらったから。この世界に来た時からずっと一緒にいてくれてるから頑張れるんだよ。ま、俺は兄貴だからな。あ、私がお姉ちゃんでしょ。いや違うよ、俺が上だよ。私だよ。俺だって俺の方が背高いし。セララたちが遠征に行ってもう3日やね。ホームシックになってへんとええけど。あら、きっと修学旅行みたいに盛り上がって帰りたくないって言ってるかもしれませんわよ。うん、それはそれで困るな。また青い顔をしてますわよ。え、そうでしょうか。うん、目つきも厳しくなってるぞ、リーゼ。主君と一緒だ。あまり意地を張りすぎてはダメですよ。はい。怖いメガネがいなくなると大変か。そうですね。随分とミロードに頼っていたと分かりました。今は DDD も秩序が保たれていますが、これからどんな問題が起こるかは未知数ですし。きっと、たくさん迷惑かけているし、まだかけてしまいそうです。気にしなくてもよろしいですわ。大変なのは存じ上げていますもの。シロエ様もきっと何か手を打ってくださるでしょう。
主君は迷惑だなんて思わない。それに自分から助けに行く。もちろん私もだ。そうや、もううちらの間で遠慮なんてなしや。友達だからな。なぜそこで笑う。友達とはそういうものではないのか。なんだか不思議ですね。元の世界にいたらきっと友達になんてなれなかったと思って。そうかもしれないな。いいえ、そんなことはありませんわ。こういうもの投資は下であると申しますもの。おじき、おはじきやくれん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 。そんな探検は不要だ。忍法、身代わりの術みたいな口伝ですか。ただの人形だ。はあ、夕日だ。綺麗ですね。見えてきたぜ、サザンの街。はあ、もうすぐだね。うちの楽師がこの宿で一晩演奏したいと言っている。迷惑はかけぬから場所を提供してもらってもいいだろうか。42か。でも冒険者の義務指示は高いからな。報酬はいりません。ここで演奏させてもらえればそれで。お願いします。お願いします。やったな、ルディニー。ライブついでに一泊タダにしてもらえるなんてさ。これが僕の実力さと言いたいところだが、ミス・イススの情熱のおかげだろう。ルディーニ、僕のことは気にするな。みんな思う存分演奏してくれたまえ。わかった。本当にこの旅でいろんなことに気づかされる。例えばこの町まで来る道一つにしたって、うねった道やカーブが多いのはどうしてだろうと思ってた。でも実際馬車で走ると森があったり丘があったりして、まっすぐには進めなかった。いろんなものを避けて馬車や人が通りやすいように、そしてああ疲れたなと思ったら休憩できるようにこの町は生まれた。それは多分必然だったんだ。ルディニーはすごいと思う。俺は自分がサッカーの輪に入れなかった時、あんな表情で見ることなんてできなかった。俺の曲がりくねった道はいつかどこかで町になるのかな。疲れた。いや盛り上がったな。客席ではもう一曲もう一曲とアンコールが鳴り止まなかったぞ。ファンタスティック。あ、元気だな。元気すぎだな。何を話しているんだろうな。ルディに気になるのか。とんでもない。レディの内緒話に興味を持つほど僕は下世話ではない。ただなんで彼女たちはアーも話す内容が尽きないんだと感心しているんだ。そりゃ女子だから。なるほど、女子。もとい、レディだからか。ではミス・イスズが無邪気であどけないのもレディだからなのか。はあ、そうだっけ。なぜならすぐに抱擁を求め頭髪を溶かそうとするではないか。それ多分ワンコ扱い。ミス・イスズは君に対してはそんなことはしない。僕は彼女に侮られているのだろうか。笑うな、トウヤ。僕は真剣だ。ごめんごめん。多分だけど特別だって意味なんだよ。ん？特別？うん。お手。ルディは私のワンコだから特別よ。だからなぜ笑うのだ。一緒にいると楽しいなって。そういう気分の時イスズ姉ちゃんはそうしちゃうんだよ。そうなのか。うんうん。でもそれは特別ビューティフォーとか特別アメイジングとか特別マグニフィセントストロングってわけでもない気がするぞ。
僕は彼女にどう思われてるんだ。考えてもわかんないならとりあえず寝ちゃおうぜ。な、ずるいぞトウヤ。僕も寝よう。おやすみ。おやすみ、ルディに。今日は本格的に佐川地区に突入します。佐川、現代でいうところの小田原あたり。かまぼこが名物ですね。へえ、そうなんだ。この街道沿いに有馬の廃城まで目指します。目的地のレッドストーン山地へはこの有馬の廃城から街道を外れてより細い道を選ぶか、もしくは登山のような道を選択しないといけません。この辺りは水田地帯ということもあり、ネイチャー系のモンスターがいます。野犬やイノシシ、植物モンスターが森や山間部に生息していますが、自分たちからはあまり出てこないそうです。それに白い兄が言ってたけど、街道沿いのモンスターはレベルがかなり抑えられてるんだってよ。じゃあ万が一遭遇してもなんとかなるか。とにかく先へ進もう。じゃあ出発。あ、こんなんで大丈夫か。ええ、大丈夫です。すみませんね、引率を頼むことになってしまって。そりゃ構わねえがよ。アイザック君はこう見えて楽しみにしてます。てめえくんづけすんな、こら。てか騎士団教練とはな、いくつくらいレベル上げりゃいいんだ。神前の意味もありますから、2つ3つ上げてもらえば結構ですよ。欲がねえな。相手は第一陣ですよ。無茶するわけにはいかないでしょ。ったく面倒だな。アイザックさん、もしかしてパワーレベリングするつもりだったんですか。おう、その方が簡単だろ。俺らが引率してレベルの高いモンスターと戦えばレベルの低い奴らでも自動的に上がってくれるし。レベルだけ上げても実力になりませんよ。腹黒は頭固えな。パワーレベと戦闘訓練交互にやればいいだろう。いや、訓練多めにしてやるよ。なんかすごくマッチョな匂いがするけど、まあいいか。あの、クラスティさんとはまだ連絡取れないんですか。ええ、フレンドリストも反応はありません。自分のギルドほったらかして何やってんだか。なくなっちまうぞ。このところ DDD から脱退者が続出しているそうです。もちろんこの3ヶ月間通常通りギルドが保たれていたことの方が驚くべきことなんですが。心配かよ、腹黒。アイザックさんはどうなんですか。あいつのことだ。どうせどこかで遊んでるんだか、戦ってるに違えねえ。DDD も心配だけど。ホネスティのギルドメンバーは1250人を突破しました。これは最盛期を上回る数字です。だが入った大半はリーチャーのような奴らだ。秋葉の外で狩りをしたり採取するわけでもなく、かといって街中で商売や生産をするわけでもない。寄生虫どもが。そういう方もおりますが、しかし。そういう方とやらがうちに入ってぬくぬくとしてるんだ。ギルドの中でも秋葉でも奴らへの不満が膨れ上がっている。紛失するのは時間の問題だ。円卓会議にはもちろん意見を述べています。円卓会議に何ができる。放り出すしかないと思うぜ。いっそ入団を制限するのは。それはできません。現在ホネスティが円卓会議の中でそれなりの発言権を有しているのは所属メンバー数が秋葉内で第3位だからです。発言力を失えば秋葉の政策決定への関与ができなくなります。だがギルドごと、いや秋葉の町ごとダイエットした方が健全だと思うぜ。あれって桜かな。違いますよ、梅ですよ。ああ、いい匂いだな。川だ。あっちゃー、こりゃすぐには渡れないな。迂回路を探そう。助けてくれ。
あれは？オーガに追われてる。救援の保護。了解。敵のレベルは21、22、21。トーヤ。トーヤ。任せとけマジ。クロストスピア。怪我は？油断するな。あと15。ナイトシェードサーバントレベルは平均40。しかも15体。精霊系モンスターです。闇の精霊は邪毒化精神への抵抗能力、即死耐性も備えている。大地人さんたちにも私たちにも被害が出るかもしれない。お願いで。まるで手応えがない。勇者召喚、プリンセスレイス。すげえ。私の名はロエツサモナーだ。南へ向かって移動中の旅の吸血鬼さんということになるかな。新たなメガネ、うん、ユゴダイゴ、やっぱ無理。え、お姉さんと呼んでくれ。姉さん扱いされることに喜びを感じる不思議なお姉さんロエツー。その人柄に翻弄されながらも旅を楽しむトーヤたち。彼らはモンスターから大地人を守って戦う冒険者の一団と遭遇する。次回、オデュッセイア騎士団。共に走る仲間がいる。